皆さんこんにちは、ドラム講師の森田亮太です。本日は質問をいただきました。スティックを落とした時やミスをした時のリカバリー方法を教えてください。曲に合わせる時は曲が鳴っているからいいのですが、これがバンドとなると多分大変なことになるだろうと思うので、今から身につけておきたいですっていうことなんですけど、これすごく大事なことだと思いますかね。例えばその演奏中にもう絶対スティックを落としたらダメだ、こうミスをしたらダメだって思いすると力も入るし、いい演奏ができなかったりするので、だからそのミスをしても大丈夫、こうスティックを落としても大丈夫と思えるぐらいのこう余裕を持って演奏できた方が、まあ、良いね表現ができたりすると思うので、だからそのリカバリー方法を自分なりにこう知っておくっていうのはめちゃくちゃ重要なことだと思います。で、まずミスをした時にどういう風にするかなんですけど、もうね、一番大事なことは気にしない、くよくよしないっていうことは本当に大事ですよね。ミスをした時に一番それが伝わるのがどういう時かというと、ミスをした顔をするからですよね。うわ、やってもうたっていう顔したりとか、その構成がわからなくなった時に、あれ今どこみたいな顔をしたら、あの人ミスしてるなみたいな、あかんかったでみたいなことになるんで、全くミスなんかしていないですよっていう顔をするのはめちゃくちゃ大事ですね。で、終わった後に、まあ、それはちゃんと反省点として、まあ、振り返ってね、まあ、自分でどこがいけなかったかとか、っていうのは自分なりにそれは気づいてると思うんで、まあ、それはこう自分なりにフィードバックして、改善していけたらいいと思うんですけど、まあ、その場で、例えばミスをした時とか、例えば構成間違えたとか、叩くフレーズ間違えたっていう時は、もうとにかく気にしない。もうくよくよしない。堂々と叩くっていうのは、めちゃくちゃ大事ですね。そもそもなんかね、ミスをしたりとか、フレーズが間違えたとか、っていうのは、正直ね、お客さんにあんまり分からないですね。こう、自分だけが気づいてたりとか、自分たちのバンドのメンバーが、あれ今日様子おかしいなっていうことはあるとは思うんですけど、ただお客さんまでそれが、全員があからさまに、うわ、あの人ミスしはった、みたいな思うことはないです、正直。それよりかは、もう、失敗しても別に堂々と演奏するっていうのが絶対大事なので、はい、それはまずね、思っといてください。そして、スティックを落とした時に、どうするかというと、スティックを落とした時のために、いくつかやっぱスティックをね、用意しておくっていうのは大事ですよね。だからスティックバッグをフロアタムにこうつけて、ここから取れるようにしたりとか、あとハイハットにつけれる、スティックホルダーみたいなのもありますよね。ここからシュッて取れるやつとか、あとバスドラの上にね、スティックを置いて、たくさんこういろんなところにスティックを置いておくっていうのも大事だと思います。バスドラの上はね、結構振動で落ちちゃったりとかすることもあるので、できればこういうところの方が良かったりするかなとは思うんですけど、で、対処法としては、リズムパターンって、バスドラとスネア、バスドラムとスネアがしっかりと鳴ってれば、ちゃんとこう曲は続いていくので、バスドラムとスネアだけで演奏できるようにしておくといいと思いますかね。ちょっとひとまずやってみると、片手で演奏できるようにしといたら便利ですよね。ただ右手のスティックを落とした時はそのままつなげれるんやけど、左手のスティックを落とした時はどうするかというと、これはね、右手でスネアを叩いて練習できるといいのかな。こうこう左手のスティックを落としたら、こうやりながらこうさっと持ち帰れる練習をしてもいいかもしれないですよね。そんな感じでちょっとね、リカバリーできるように、対処しておくと、本番リラックスして演奏できると思うので、ぜひ試してみてください。そんな感じで本日もありがとうございました。さよなら。